どうもアダムの店長の渡です。ブッキングマネージャーリトルキング拓也です。ちょっと今日はですね、ちょっと昨日上げた動画でちょっと問題があって、はい、リトルキング拓也の、はい、ミュージックビデオ偽物ジェームスの会員ミュージックビデオを撮って YouTube 上げたじゃないですか、はい、でちょっとそれを上げたらなんかちょっと YouTube の方から連絡が来て、はい、これはなんか著作権を侵害しているこのビデオはみたいな感じで来て、でその使ってる曲はその、ね、偽物ジェームスリトルビーマンの曲だったんですけれども、はいはい、それが著作権が侵害が来るっていうことにですね、フェントン・ロビンソンっていう人の「サンバディ・ローン・ミー・ア・ダイム」に。もう全く知らないです。フェントン・ロビンソンのサンバディ・ローン・ミー・ア・ダイム、かっこ1974年。もう生まれてもないですからね、知るはずがないですね、この曲。その曲にこう告知してるのではないかと。フェントンが言ってきたんですよ。フェントンが言ってきたんですよね。フェントンが言いに来て。フェントン・ロビンソン、ちょっとみんな聞いてみてください、これね。こいつがフェントンですね。かっこいいんだけどね。かっこいいっていうか、まあかっこいいですね。まずその歌い出しで全部言うパターンだ。全部曲名を言うパターンだ。サンバディローンミーア・マロン。そうですね。全部やってました。偽物ジェームスはそんなことないですか？偽物ジェームスの歌い出しは？そうですね。とにかくちょっとフェントンさんちょっと空気読めてないっていうか、はい、全然イチャモンにもちょっと程があるみたいな感じで、ちょっと全然僕らも聞いたんですけど、これは全然偽物ジェームス、はい、フェントン・ロビンソン似てないんじゃないかなと思ってて、ちょっとまた外れですね。これはちょっとフェントンさんちょっと売名行為にしてはちょっとやりすぎっつうか、そうですね、ちょっと空気読めてなさすぎみたいな感じで、ちょっとうちのフリーマンのね、はい、偽物ジェームスはちょっとちゃんとしたオリジナル曲なんで、なんかちょっとそれは良くないかなと思って、はい、この動画を撮りました。ちょっといい加減にしてほしいですね、はい、フェントンな知らないですからね、フェントン・ロビンソン、うん、フェントン・ロビンソンライブ動画もあるよ。あ、なるほど。ああ、この曲ですね、やっぱり。多分言いますよね。やっぱりかっこいい。サンバディローンミーアダイム。もうだいぶ覚えてきましたけど、まあ俺はちょっとこっちの曲の方が好きだけどね。あ、いや、まあでもまあこれもこれでかっこいいですけど、まあちっちゃいなっていうところありますよね。まあちょっとね、そうやって今の若いバンドになんかいちいちこう言ってくるっていうのはちょっとあんまりどうかなとは思いますけどね。潰そうとしてるフェントン・ロビンソン。完全に潰しに来てますね。フェントン・ロビンソンそんな YouTube 見てるの？潰しに来てます。潰しに来てるね。まあじゃあ、偽物ジェームスはそうですね、じゃあもう全然そういうことない。はい、全然もうこの曲じゃないです。この曲じゃない、はい、全然エルモア・ジェームスとかの方がまあ似てるっちゃ似てるのかなみたいなとこはありますけど、エルモア・ジェームスの「ダスト・マイ・ブーム」っていう曲にはまあ似て、似てるっちゃ似てるかなっていうところですけどね。ちょっと待ってください。同じように